野球部体罰で大問題を起こした元中日の東海大菅生若林博康前監督がなぜか指導現場に復帰。今春の選抜に出場した東海大菅生の若林博康前監督57が、7月1日までに同校野球部の顧問として指導の現場に復帰したことが分かった。若林前監督は、昨年8月に当時打開地だった男子部員へ体罰をしたことを理由として、1月に日本学生野球協会から4ヶ月の謹慎処分を受けた。学校側からは1月に監督を解任され、停職6ヶ月の処分が下った。これらの処分はすでに終了。この件で4月には暴行容疑で書類送検されたが、不起訴となった。学校関係者によると、その後に若林氏と当該の生徒側とは円満解決に至り、野球部の保護者からはこの日、学校側に監督復帰を求める嘆願書が提出されていた。同校は7月14日、西東京大会で夏の初戦を迎える。若林氏は投手として東海大相模から東海大、日立製作所を経て、91年ドラフト4位で中日入り、通算17試合で1勝1敗、防御率 8.85 の成績で97年に現役を退いた。9年に東海大菅生監督に就任し、15年春をはじめ、17年夏、21年春夏と計4度甲子園出場に導いた。立浪と同じ千日イズムの後継者だったな。さすが千日の教え子。修行は西東京だと日大三と並ぶスポーツ名門校だな。円満解決って鍵カッコつきなところが気になる。ケツバットくらいかと思ったら、溝を聞けるとか平手打ち15発とか頭踏むとか結構えげつないらしい。これが円満解決できるのか。経歴見たらプロで全然活躍してなくて草。この監督じゃないと甲子園に行けないプロになれないみたいな保護者の思惑があるのかね。結局、監督のコネが進路を左右するからな。嘆願書とか出しちゃう保護者側も問題。まあ待てこれでこそ高校球児だよ。部員の保護者にしてみたら体罰はともかくとして子供に厳しく指導してほしいってことなんだろうな。そこそこ結果も出てきてたし、スポーツの高校部活でガチってる学校なんてみんなこんなもんだろう。野球は飛び抜けてひどいけど。次からはバレないようにやります。部員窓すぎるやろ。そりゃ競技人口が激減するわな。これが野球部以外なら連日ワイドショーで取り上げてるだろ。 BBC に垂れ込んだ方がいいよ。世界よ、これが日本野球だ。悔しかったら優勝してみろ。